皆さんこんにちは。本日なんですけれども、純正風デジタルミラー型ドライブレコーダーということで、このカテゴリーの中では最高峰に位置しますスマートミラー、いくつかご紹介今までしてきたんですけれども、今回はニコマクの AS-X2、 こちらの V2.0 という新しいバージョンのスマートミラーをご紹介していきたいと思います。こちらのミラーなんですけれども、以前ご紹介したマックスインの MDR の C003A2 または B2、 そちらと同じタイプのミラーとなっております。今回はこちらのニコマクのミラーなんですけれども、マックスインとの違いの観点でご紹介をしていきたいと思います。もうすでにこちらのスマートミラーのモニターの見え方、また収録動画の見え方、そちらに関しては動画またはラブンブログの方でも詳しく掲載しておりますので、そちらの方をご覧になっていただければと思います。実は今下にマックスインの C003 があるので、そちらを映して比較していこうと思うんですけれども、こちらが MDR の C003B2 ということで車内カメラタイプです。で、こちらのニコマクの方の ASX2V2 も車内カメラタイプということになっております。これ見た目、こっちの方がちっちゃく見えてるんですけれども、実際はこれ今奥の方にモニターの方が映っちゃってるんで、ちっちゃく見えてるんですけれども、サイズ自体は同じ仕様となっております。また、カメラ今露出を少し上げております。周りが非常に明るい状態になってしまうと、このモニター自体が暗く見えてしまいますので、少しモニターの映像を強調して撮影の方をしているといった状況になっております。繰り返しお伝えするんですけれども、モニターの輝度自体は600カンデラということになっておりまして、これだけの日差しがある状況になりますと、少しモニターの輝度自体が暗いなというところを感じるっていうのも、まあ共通して言えるところではないかと思います。なので今、下の MDR の C003 なんかは、この今カメラ映り込んじゃってると思うんですけれども、こう映り込んじゃってて、かつこのモニターの映像自体がちょっとこう薄暗くなってるので、ちょっとやっぱり見にくいというのがあります。ただ、スマートミラーって使い方っていうのがありまして、これご紹介しておくんですけれども、このように通常のミラーと同じように、後ろの視界、映り込むような形で使ってしまうと、やっぱどうしてもこう映り込みっていうのが出てしまって、モニターの映像と混じってしまいます。そうするとこう見えにくいっていうのがあるわけなんですけれども、基本的な使い方としては、これもモニターがついてるということなので、ミラーとして使うということがほとんどないかと思います。まあ、もちろんミラーとして使いたい場合は、もちろんこの後ろの視界に合わせて、使うっていうのがもちろん重要になってくるわけなんですけれども、モニターとして使うのであれば後ろを映り込まない方がいいということで、例えばこの90系のノアボクシーですと、このルーフライニングに向けてできるだけこう映り込みが少ないような形で映してあげるということになります。例えばこれ光石モニターがついてるんで、光石モニターをこうやって立ち上げて後ろを完全に映り込まないようにすると、まあ、これだけ600カンデラという輝度値であっても、モニターの見え方というのが改善するのかお分かりいただけると思います。ここ見ていただければ、映り込んでない状態がこちらで、映り込んでいる状態がこちらなわけなんですけども、もう映り込んでない状態の方がはっきりと見えるのがお分かりいただけると思うんですけれども、まあ、このモニターの、このミラーの角度の合わせ方によっても見え方っていうのは大きく変わってくるということになりますので、まあ、使い方を見直していただくだけでも、スマートモニターの基本性能というのがフルに活かしきれるということになります。まず輝度のお話をさせていただいたんですけれども、違いということでお話をさせていただくと、この枠の色が異なります。モールで見ていただいてもお分かりいただけてると思うんですけれども、ニコマクの製品はこの枠がシルバー。マックスインの製品は枠が黒と。ということになっておりまして、ここが最も大きい変化点になっているということで、写真通りということで皆様にお伝えするということができます。また、もう一つこのニコマクの製品のセールスポイントっていうのがございまして、
実はですね、これこの状態で見ていただくと全くわからないと思うんですけれども、この肉膜の製品の特徴的なところっていうのは、この今アームあります。で、ちょっと見えにくいんですけれども、こちらなんですが、このアーム自体なんですが、ここなんですけれども、延長のスペーサーというのがついております。まあ、それによって付属品の状態であっても、このスマートミラー自体の高さの調整ができます。我々にも問い合わせが来るんですけれども、このミラーいいんだけれども取り付けができますかっていう問い合わせをよくいただくんですけれども、その理由としては、もちろんこのブラケットの適合車種によって形状が異なるので、ブラケット自体の仕様の違いによる影響で付けれる付けれないっていうのももちろんあります。で、ニコマク自体は先代と同じで4つのブラケットが付属しているということで、適合車種の範囲が非常に広いということになります。で、さらにブラケットが合うからといって付くかというとそうじゃなくて、トヨタのノアボクシーで言いますとセーフティーセンスになりますけれども、このカバーとミラーが干渉するかしないかっていうところ、そこも適合しているかどうかっていうところが問われてくる部分なんですけれども、このニコマクの製品はここにスペーサーというのが付属でついておりますので、高さを少し下げるということができます。そこが非常にこのニコマクの製品の大きな特徴ですし、選定しやすいというところがセールスポイントになってくるということになっております。なので、こう上から見ていただきますと、このようにこのメモリーカード自体も非常に取りやすいっていうことですね。カバーをこのように開けて、で、メモリーカードがここにあるんですけれども、これ自体が非常に取りやすい、抜き差ししやすいっていうところがあります。で、これ自体は Wi-Fi がついてないんで、携帯に収録動画を取り込むっていうことができないので、やっぱりメモリーカードの抜き差しってすごい重要な機能になってくるわけなんですけれども、このニコマクの製品自体は、アーム自体に延長のスペーサーというのがついておりますので、このクリアランス、上部のクリアランスの確保ができるというところです。そこがすごくこの製品の長けてるポイントになってくるということになります。もう一つ違う点についてのご紹介なんですが、こちらです。今、あえてフロントカメラの解像度の切り替えを飛ばして、本来だったらそっちを先にお話しした方が皆様も興味深いところだと思うんですけれども、こちらは後ほどご紹介していきます。カメラの上下反転、それからカメラの共同製造設定です。そこが決定的に違うところになりまして、こちらのニコマクの製品はリアカメラの上下反転とリアカメラの共同製造設定ができるようになってるんですけれども、こちらのマックスイの製品に関してはフロントカメラの上下反転とフロントカメラの左右反転で、リアカメラも同じことができるということになりますので、フロントカメラ自体は共造にする方っていうのはほとんどいらっしゃらないとは思うんですけれども、上下反転にするっていうことが、車のフロントガラスの使用上でカメラを上下反転してつけないと取り付けられないお車にお乗りの方もいらっしゃるかもしれないので、カメラの取り付けの自由度という意味においては、マックスインの C003 の方が拡張性というのが高いということになっております。ただ、両方ともにリアカメラに関しては上下反転、共造製造というのはついておりますし、また、車内カメラと車外カメラタイプ、両方ともこの2社の製品は用意されているということになっております。この動画が面白かったら、グッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしてます。最後、一番皆様が気になっているところなんですけれども、モニターの解像度の違いです。で、このニコマクの製品は、リアが 2560×1440p ということになっていて、こちらのマックスイの製品はフロントが 2560×1440p となっております。なので、このニコマクの製品に関してはリアの設定っていうのは 1080p にはできないことになっていて、フロントは 1080p のままなので、録画解像度の切り替え設定っていうのはありません。で、こちらのマックスインの製品に関しては、フロントに関しては、1080p と 1440p の切り替え設定というのがございます。ただし、ここなんですけれども、あまり詳しくない方にとっては、ニコマクの製品に関しては、
リアの方が高解像度なので、スマートミラーとしてリア視界を見るのであれば、ニコマクの方が優れているというふうに思われがちだと思います。また、MAX E の場合ですと、フロントの方が解像度を上げられるようになっておりますので、リアに対してフロントの方が解像度が高いというふうに思われていらっしゃる方も非常に多いと思うんですけれども、実はそうではございません。カメラ自体は、ニコマクの製品、MAX E の C003、両方ともに少し形状が違ったものになっております。MAX E は前後ともに筒状のものになってますし、ニコマクに関しては、フロント側が、ポーメドと、厳密に言いますと、ポーメドと同じカメラがついていて、リアはマックスインと同じ仕様のカメラになっているということになるので、カメラが違うから、仕様が異なるであろうという先入観に駆られがちなんですが、中身は全く同じものとなっております。ソニーのスタービスの IMX307 センサーというものを使っておりまして、こちらも、ブログの方に、掲載をしておりますので、ぜひ詳細気になる方はご覧いただければと思うんですけれども、全く同じ仕様のものとなっております。で、実際に口だけで言っても分かりにくいっていうところがあると思いますので、このニコマクの製品、せっかく MAX E の製品がありますので、こちらと比較をしながら解像度の違いが本当にないのかどうかっていうところをお見せしていきたいと思います。まずスマートミラー上で見てみたいと思うんですけれども、これまあ、後ろです。で、こっちが 2560×1440p。で、こちらが 1080p のフル HD です。で、これ両方ともズーム機能ついてるので、ズームしてみれば解像度の違いっていうのが出てくるはずなので、お見せしていきたいと思うんですけれども、はい、今一番最高ズームにしてるんですけれども、これ今後ろに赤いフィットと白いフリード止まってますけれど、ナンバー見てください。こちらです。ドラレコの解像度を求める一番の目的というのはナンバー認識精度になります。解像度が高い方がナンバー認識精度が高いはずだという前提で映像を見比べていただければなと思うんですが、こちらがニコマクの製品です。こちらがマックスインの 1080p を見ていただいてもお分かりいただけると思うんですけど、動画上では横並びでお見せするんですが、全く変わらない、同じ解像度であるということがお分かりいただけるのではないかなと思います。カメラが200万画素であって、同じ IMX307 センサーを使っているといった状況になっておりますので、解像度自体を上げたとしても映像自体のナンバー認識精度というのは変わりません。もっと簡単な例でご紹介すると、200万画素の映像を 4K のテレビで出力したとしても映像が変わらないということと同じになります。なのでこちらが 2560×1440p、 こちらがフル HD だということで歌われてはいるんですけれども、カメラ自体の画素数、有効画素数自体が変わらないですし、 IMX307 センサーということで同一のセンサーを使っているということから、画質の方は変わらないということになります。次はフロント側になります。今度はニコマクの製品がフル HD で、 MAX E の製品が 2560×1440p ということになります。フロントに関してはズーム機能使えないので、カメラのズームでナンバーがどのように映ってるのかっていうのをお見せしていこうと思います。はい、今こちらがニコマクのスマートミラーなんですけれども、ナンバー認識としましては大きい数字が見える、またこの辺の地名とか知っているんであれば、まあ、この漢字です、そこがちょっと見えるかなっていうぐらいで、実質大きなナンバーしか認識ができないぐらいの解像度になっているっていうのがお分かりいただけると思います。もうフィットの場合に関してはもう潰れちゃってて何が何だか分からないといった状況になります。でそれに対してマックスインは解像度が高くなってるはずなので、もっと見えるんじゃないのっていう観点で見ていただければと思うんですけれども、はい、もうお分かりいただけたと思うんですけれども、変わらないというのが結論でして、フリードの大きなナンバーを認識することはできます。でまた漢字に関してもこの辺の地名を知ってる方でしたらわずかに判別はつくかなっていうレベルなんですけれども、この辺の地名を知らない人にとっては何が書いてあるのか分からないよっていうような状態です。またフリードに関してもナンバーも潰れちゃってて、
もう見えないといった状態になっております。本来解像度が上がってるんだとすればこのナンバー自体も見えてるはずなんですけれども、カメラの有効画素数自体が200万画素ということで変わらないといった状態になっておりますので、実質モニターに出力される映像の解像度というのは変わらないということになります。はい、ということで今回なんですけれども、今非常に人気の高い製品ということで、純正交換タイプの純正風デジタルミラー型ドライブレコーダーの最高峰ということで、このニコマクの ASX2 バージョン2、こちらのご紹介を今回はこちらの OEM 品に値しますマークスインの C003、 こちらと比較をしながら違いについてご紹介をしました。また機能以外の違いというところで補足をしておきますと、このニコマクの製品というのはSD カード、32ギガの SD カードというのが付属していたりとか、先ほどご紹介した通りなんですけれども、ミラーの取り付けのアーム、延長のスペーサーが入っていたりということになっておりまして、MAX インの製品と比べますと、付属品が豊富に取り揃っているというところが、このニコマクの製品のセールスポイントとなっております。この MAX インの製品というのは、延長アームに関しても SD カードも付属はしてなくて、すべてオプションということになっておりますので、そういった意味では、こちらのニコマクの製品は、そのまま付属で過不足なく使えてしまいますし、また、ブラケットも4つのタイプが付属しておりますので、車の適合機種自体も非常に広くなっているということで、取り付けできない車っていうのがほとんどないというところが、この製品の特徴になってくるのではないかなと思います。ただ、このデジタルミラー型ドライブレコーダーとしてのスペック、機能に関しては全く同じであるということを皆様にお伝えできるのではないかなということで、今回ご紹介をさせていただきました。こちらの製品の詳細なんですが、概要欄の方に貼ってございますので、興味のある方は、ぜひ概要欄の方をご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。この動画が面白かったらグッドボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしています。